ね、6年ぶりだからね、なかなかね、人手がいないんでね、頑張って集めましたよ。若い人にね、やってもらわないとね。まあ、場所が場所柄だけに人が住んでないので、人数が少ないので、本当総出でやらないと動かない状態になっているので、町内に事務所があったり、お住まいだったりっていう人に担ぎ手の募集して、なんとか40人ぐらいは集まった感じですので、6年ぶりということで、あれ やり忘れてないかな、これやり忘れてないかなとか、あれはどうだったっけ、これはどうだったっけっていうのを、もう一度なんか手探りでやるお祭りの準備になりました。うちは大人みこししかないのでなかなか入れなくて、お祭りやりたいなって言ってたのがちょうど大きくなって、今中学校2年生になったのが、うちでも頑張ってもらおうと思ってるのが、はい、います。まあ、こうやって参加するのは初めてですけど、まあ、もともとおみこしってのが好きで、そのお祭りの花みたいな感じがするじゃないですか。で、実際神様とかも乗ってて担いでみたいなとはずっと思ってて、まあ、頑張ります。それでは行きます。よー、上げて上げて、ありがたいことに、宮本ということで一番最初に宮入りさせていただきます。他の町会さんは階段下から神門の前で一回泊まって宮入りするんですけど、うちだけもうノンストップで入れる、最後まで行ける町会、唯一の町会となってます。Hey!
宮本町会無事宮入りできました。どうもありがとうございました。それでは一本締めさせていただきます。よー、どうもありがとうございます。